増岡博カは、日本のラリードライバー。埼玉県入間市出身。三菱自動車工業のワークスチーム、ラリーアートに所属し、長年にわたって、ラリー競技の最高峰、ダカールラリーに参戦。2002年2003年には、日本人初の総合優勝に連覇を果たした。埼玉県入間市出身、在住。埼玉県立狭山工業高等学校を卒業。 1982年に三菱自動車工業参加、ラリーアートに入社。2003年ダカールラリー総合優勝者、パジェロエボリューション MPR101979 年からオフロードレースに出場し、1987年からダカールラリーに参戦している。そして2002年と2003年大会では、 篠塚健次郎以来日本人二人目の総合優勝を果たした。2002年には埼玉県の綾野国スポーツ功労賞と地元入間市の元気な入間、ま、生き生き功労賞を受賞元気な入間、ま、生き生き大使を移植される。ダカールラリーに参戦するために体力を鍛えているため、体力の数値は同世代の平均を上回っている。視力は ラガンで1.5を記録し、動体視力も優れているという。2009年をもって、三菱自動車工業が、ダカールラリーから、ワークスチームの撤退を発表したことに伴い、三菱とプロ契約を結んでいた、マスオカの挙手が注目されていたが、結局2010年4月1日付で、同社商品戦略本部上級エキスパートとして、 採用され、三菱自動車工業の社員となった。現在は、同社の i m i e フを用いた、エコラン等のプロモーションを行う、燃費マスターとして活動している。2013年12月の移動で広報部と、開発本部技術企画部の兼任となった。2012年には3年ぶりに、レースに復帰。i m i e フ Evolution で、パイクスピーク、インターナショナルヒルクライムに、 チーム監督兼ドライバーとして初参戦し EV クラスで2位という好成績を収めた。翌2013年はモーター出力や空力性能を向上させたミエフエボリューション2で参戦し同クラス2位チームメイトのグレッグ・トレーシーが3位と優勝は逃したが2年連続の好成績でチームの存在感を示している。その翌年にはさらに進化させた。 ミエフエボリューション3を操り9分12秒204でクラス2を獲得した。その後は引き続き三菱自動車工業本社の広報と開発部にて勤務している。ありがとうございます。